ドラゴンズの二軍キャンプ地、沖縄県読谷村。のどかなこの村で生まれ育った一人の選手が、あの読谷村から出たプロ野球選手がいるわけ。みんなで頑張れ、中地さん頑張れって。中地さん頑張れ、中地さん頑張れ、中地さん頑張れ。ドラフト1位ルーキーの中地玲也投手、初めてのキャンプを地元読谷村で迎えました。まあ開幕で、まあ一軍で入れればいいなって思ってるんですけど、怪我なくしっかり開幕から投げていけるようにしていきたいです。沖縄県内の大学から初めてドラフトで指名された中地投手、沖縄県の球児たちに夢を与えました。読谷村を車で走ると中地投手の横断幕が至る所で、横断幕を発見。村中で中地投手を応援していることが分かりました。球場を歩いていると、中地投手を幼い頃から知る男性に遭遇。今日誰応援してきたんですか？やっぱり地元中地君でしょう。親父から明日ドラフト1位指名されるって言われて、自宅行って祝勝会。今日もうご覧になりました？だから探してるけどいないわけよ。昨日ブルペン入っていきなり145キロ投げたんですよ。だって新聞見たからやばいか、やばいって感じだよ。飛ばしすぎよ。もうちょっと、やさっき長い。この男性のすぐ後ろにあるグッズ売り場にも、中地投手をよく知る人物がいました。ありがとうございます。中地投手の一つ下のマネージャーでサポートをしておりました。あ、思い出、ちょっとたまに自分もこのアイシングとか巻いた時に、はい、いい匂いがします。地元ラジオ局 FM 読谷も中地投手を応援。中地さんの記事がもう、はい、ほぼ毎日載るような感じ。本当です ね、地元の新聞すごいですよ、はい、読谷中学校3年生の女子生徒、うんうん、約30人は体育の授業の一環で見学に足を運んだと。え、何このキャンプ、はい、キャンプ地にです。キャンプインのセレモニーでは、中地投手の好物を知る手がかりが。中地投手も学生時代給食で大好きだったというもずく丼の新定でございます。もずく丼の新定でございます。東海地方には馴染みのないもずく丼、一体どんな料理？小学生の時にはもう給食で食べてるので、一言で言うとあれは病みつきになります。さらに地元の中学生は、給食の献立でなんか来週ぐらいに今日の、あの給食は中地選手おすすめの大好きなメニューみたいな感じで載っています。現地調査を続けると、レトルト食品も販売していることが判明。読谷村漁協の山内さんに話を聞きました。こんにちは。はい、こんにちは。あ、はい、じゃあこちらの方ですね。ちょっとどうぞ。はい、こちらがですね、もずく丼の、レトルトパックとなっています。中地投手が愛したもずく丼、新鮮なもずくにひき肉やコーンを混ぜてあんで絡めたら、お好みでネギや紅生姜を添えるだけで、ご家庭でも簡単に作れます。はいさーい、中地投手が愛したもずく丼、スタジオの皆さんもぜひ食べてみてください。一平マーサンドー。